どうも、トソです。今日は雑談です。今ですね、YouTube の毎日更新を今日で7日目でございまして、あと13日で100日達成します。最初は30日まで頑張るぞってやってたんですけど、結構習慣づきましてね、やってるんですよ今毎日。何を目指しているのかが少しだけ分からなくなっておりまして、意外とですね、この動画を撮って編集をしてアップするっていう作業が時間がすごくかかるんです。これ1本編集するのに軽く 2,3 時間パッと飛んでしまうので、そろそろ、まあでも100回は達成させたいと思うので100回はやりたいんですけど、その後どうしようかなっていうのを今考えております。この YouTube を毎日更新する前は、ほぼほぼ毎日ツイートキャスティング、ツイキャスの生配信をやったりもしてたんですけれど、ツイキャスの方はもう毎日配信は、3、4年やってたのかな、もっとやってるかもしれないんですけど、でツイキャスの方を一旦やめて今 YouTube で頑張ってる状況です。僕もちょっとね、いろいろ考えながらやってるんですけど、ツイキャスの方もね、最終的には、あ、僕はあのバンドをやっております。パフノイドというバンドやってまして、トシゾウと申しますが、バンドの方はもう21年続けてやってるんですけれど、なかなか波がいい時もあれば悪い時もあれば難しいですね。どうしていったらいいのかなと悩んでおります、今後ね、すぐに解決方法は見つからないんですけれど、自分の場所はどこなのかっていうのがよく分かってないんですよね。僕が入れる場所はどこなんだろうと、入れるものに入りたいわけなんですけどね、僕はどこの器に入ろうとしているのかよく分かってないんですね。これね、どうしたのかなと思っている次第です。まあ、形を変えていろいろなことにチャレンジをして自分の場所を見つけるっていうのは、まあいいことだと思うのでやってるんですけれど、この話がうまく説明できてるかわからないんですけれど悩んでおります。まずは YouTube 毎日更新100回は達成させようと思っておりますので、皆さん応援していただけると嬉しいです。皆さんもそういうことないんですかね、あるかな。ということで、多分この動画の編集だったら30分もしない感じでできると思うので、今日はちょっとなんだろうな、ゆるく自分で自分にサービスでみたいな感じで、この後ゆっくりしたいと思います。また明日は何をアップするかな、料理かな。本当は音楽のことをいっぱいあげるべきな、本当はってこと、本当に入りたい場所はきっとそこなのか、
でも僕が入れるかどうか悩ましい。でも頑張らないと思ってます。はい、この動画が何の動画か分かった方はすごいです。僕も自分で何を話してるのかよく分からなくなってきてますが、この思いは分かるかな。もしこの思いが分かった方がいましたら、コメント欄にコメントいただけると嬉しいです。でも何かやらなきゃとは思ってるので、ね、今日配信、 YouTube の配信をやめることもできたんですけれど、一応この形で配信をしました。明日は、ね、仕事が休みなのでいろいろ頑張りたい。それではまたお会いしましょう。この動画で良かったのかな。ありがとうございました。ではさよなら。Yummy!